みんな油断するな。いくよ。キャッ、女は度胸です。頑張っちゃうんだから。行くぞ。てや、行くでござる。キャッ。バレちゃうぞ。任せろ。受けゼミ。禁物でござるよ。任せろ。受けて。俺が相手だ。受けてみろ。導いてくれ。これって B パーツでございますね。よろしくお願い。
行くぞ。てや、クオカの番だね。さあ、お相手しますよ。くわ、任せろ。てや、頑張ります。てっぴー、行くよ。任せろ。これでどうだ。クオカの番だね。頑張っちゃうんだから。乙女、頑張ります。テータス、行くぞ。受けてみろ。いくよ。いえ、まさにそのためを。失礼いたしました。これで全部だよな。これで全部でございます。おめでとうございます。
俺が相手だ。皆さん、俺が相手だ。ここは引くぞ。みんな行くぞ。任せろ。てや行くでござる。頑張っちゃうのかな。女は度胸です。させないぞ。任せろ。さあ、お相手しますわ。皆さん、行くぞ。てや、くわ、クンカの番だね。やさあ、お相手しますわ。任せてください。やくわ、や、任せろ。任せろ。てや
俺が相手だ。女は度胸です。お姉さんに任せ。行くよ。パーツは全部見つけてきたぞ。おお、でかした勇者よ。褒めて使わずぞよ。この日が来るのどれだけ待ちわびたことか。現地時間でおよそ1000万トンで2000時間ですな。1000年以上？8000日を過ぎたあたりからは完全に投げやりになっておりました。明らかに蒸気を逸してるわよね。やっぱこれって。ええ、バニーニャ、くれぐれも気を抜かないで。さあ震えて瞳を凝らすがよい。今こそ復活の時じゃ。悪魔よ、サポートせよ。イエス、コンバインプログラム OK、 リブート。マスター、すべてのコントロールをそちらへ。ライドオン。システム
大復活ぞよ。おー、パチパチパチ、よかったですね。さて、それじゃあ今度は俺たちに協力を。だが断るぞよ。はぁ、間抜けな勇者め、そなたは気づいておらぬようだな。自分がこの世界を終わらせる大いなる災厄を目覚めさせてしまったということ。なんだって、バニーニャ、やっぱ腹黒いこと考えてたわけね。おっぱいどもめ、だが手遅れぞよ。マナスパークアブソリュートワールドデストロイボム起動。にゃ、にゃんなのだ。わらわはこの世界を破滅に導くために創造されし、オートマインマータ、魔力を蓄積し続けてきた年月に比例して比類なき大爆発を引き起こすものぞ。ですって、突入時のアクシデントのせいで随分と遅れてしまったが、これでようやく任務完了できる。感謝するぞ、バカ勇者ども。そんなことさせるものか。無駄じゃ無駄じゃ、ものの数分で世界をまとめて消しと。誠に残念なお知らせでございます。先ほどの再起動により本機体の残留エナジーは著しく消耗し、もはや枯渇寸前でございます。故に起爆不能、おじゃんでございます。なんじゃと。今よみんな、こいつをとっ捕まえて踏んじまっちゃいなさい。了解なのだ。ちょ、やべえ。さて、当座の危機は去ったわけだが、こいつの処遇をどうしたものやら。無体な、とっとと縄をほどいてわらわを解放するぞよ。またバラバラにして捨てちゃえば。二度と復活できないよう、ずっと遠くにほっぽってきてもいいんだし。この鬼、卑劣女、おっぱいバカ。ギャン。それはわかるけど、復活させちゃった手前、なんというか、そのどうも解体しにくいというか。呪ってやるぞよ、この暗い水の底から語ってやるぞよ。しかし魔力を蓄えたら、こいつはまた世界を滅ぼそうとするだろうし、改心させたらどうですか。は？教会で習いました。どんな悪人にも更生の機会は与えられるべきで、私たちプリエステスはそれを助けるのが仕事だと。いや、まあそれはそうなんだろうけど。悪魔さん、悪魔さん、一つ質問よろしいですか。何でございましょう、お嬢様。魔力の充填にはどれくらいかかりますか。現地時間でおよそ1億トンで2000時間はかかりますな。あらあら、まあ、つまり当面の危険はないのね。よかったわ。ぐぬぬ、なんたる恥辱。同行してもらいましょう。
その間に私が何としてでも改心させますから。自身アルマナ様とその代行者たる鬼人イーレス様の名に誓って。もうパルシアがそう言うなら私としては反対はしないわよ。めんどくさいし。こらこら。というわけだ、ドーズ。君には俺たちの旅に同行してもらうことになった。一日も早く更生してくれ。わらわが素直に貴様らの言うことを聞くと思うておるのか、バカめが。他に事前の手がないからだよ。俺としては何かあったその時にはあえてこの手を汚すつもりでいる。できればそうはさせないでくれ。まあ致し方あるまいな。これもまた任務のための行動戦略じゃ。わらわが滅ぼすこの世界がどれだけのものであるか検問するのもまた一興。データ収集に励ませてもらうぞよ。それはいいけどさ、働かざる者は食うべからずなのだぞ。バカ猫に説教されずともそこはちゃんと心得ておるわ。最低限の協力はする。当座はそなたらが探しておるという品の探索を手伝おうぞ。それでよいな。ああよろしく頼む。行くよ。頑張
張っちゃうんだから。バカ、とりゃあ行くぞ、てや行くでござる。やお姉さんには任せてください。任せろ、てやみんな。お姉さんにわかっ行くぞ、てや頑張ります。やっはっ、お返し、てや行くよ。お姉さんにわかっ任せろ、てや。俺が相手だ。あ、女は度胸です。さあ、終わり。行くでござる。任せろ、てや。頑張ります。やあ、俺が相手だ。行くでござる。頑張っちゃうんだから。行くぞ、てや。任せてください。クンカの番だね。お姉さんに任せ。任せろ。女は度胸です。で、いくよ。くさせないぞ。さあ、お会いいたしますわ。俺が相手だ。てや頑張ります。やあ、行くでござる。さあ、終わり。任せろ、てや。さあ、いくよ。俺が相手だ。ここを通るがよい。受けたまわりました。皆様。
な、俺が相手だ。いくよ、うん、さあ、お相手しますわ。頑張ります。やあ、うん、いくぞ。てやいくでござる。やあ、頑張っちゃうんだ。女は度胸で。さあ、いらっしゃい。行くでござる。くんかにお任せなのだ。さあ、お相手しますわ。俺が相手だ。頑張ります。やあ、させないぞ。俺が相手だ。頑張ります。てっお姉さんに任せ。クーカの番だね。さあ、俺が相手だ。うっ、剣を。行くぞ。とりゃ。任せ。それ。おじさん、これは一体何なんですか？おう、迷楽名物のうなぎだよ。うにゃぎ？聞いたことない食べ物だな。こうやって串に刺して秘伝のタレをつけて炙ってやるとな。深い匂いなのだ。おれ、猫のお嬢ちゃん、特別に味見のサービスだ。食べてみな。かたじけないのだ。いただきます。うんうん、うわー、ホクホクしててジューシーで、チョコバナナに匹敵する美味なのだ。えらく気に入ったみたいだな。うん、嬉しいね。最近の若い子はこの味を分かってくれなくてさ。見た目が気持ち悪いとか、まったく。え、よかったらうちで育ててるやつを見に来るかい？違えるけど、ヘビなんかじゃないって。ウナギはれっきとした魚だよ。さ、魚に…おい、くんか？ふにゃー！はて、猫は魚好きのはずだが…くんかは違うんです。魚が死ぬほど大嫌いなんですよ。の、なん？あの猫ちゃん泳げないんです。早くた
心配せんでも大丈夫じゃ。猫ちゃん。にゃー、絡まっちゃって動く。なら俺が待つんじゃ。男のお前じり頑張るんだ。どうした、な、ご飯はちょっと珍しいおかずを買ってきた。メラクの隠れた名物、需要競争の効果が。うなぎ、うなぎはもうゴリゴリなのだ。ねえレイン、あれってばどうしちゃったの。またいつもの魚嫌いだろ。ははちょっといいかな。何？
でもね、行くぞ。
てやあ、俺が相手だ。行くよ。お姉さんに。任せてください。クンクンの番だね。任せろ。てや。ここじゃ間違いない。本当まあまあ、いや待て、さすがレイ。頑張ってにゃん。何なんだ。どうすればいいんだ。
よし、行くぞ。俺が相手だ。